Go Munich 鈴木，现场的所有来宾朋友们，还有亲爱的媒体朋友，大家早安！非常感谢大家今天在百忙之中拨冗莅临2024台北新车暨新能源车特展的 Suzuki 展区。我是今天的主持人 Haruka， 非常开心见到大家。今天呢，在我们刚刚稍早的开场影片里面，我们看到了许多的 Suzuki 经典车款。哇，大家呢一看之下是不是觉得非常兴奋，也非常令人期待？到底今年的展出主题是什么呢？从刚刚的片段当中看到了各种日常生活中的情境，这是 Suzuki 呢想要打造给大家的一个概念。我们的每一个经典车款是如何可以贴近大家日常生活中的每一个精彩的片段。Suzuki with your life 就是今年度的展出主题。 Suzuki 一直以来都是致力打造与贴近车主朋友们日常生活中每个片段，不同呢不管是呢大家想要这个出外旅游，或者是上班通勤，或者是迎接家人上下班上下学，都可以想到 Suzuki， 因为 Suzuki 呢就是一个这么美好的存在，贴近大家的日常生活当中每一个片段。今天非常的感谢大家的拨冗莅临来到我们的 Suzuki 展区。那当然今天我们现场也有台湾 Suzuki 的长官莅临，接下来呢就让我们一一的为大家介绍一下，也请稍后唱频道的长官在原地跟我们现场的媒体朋友们挥挥手打声招呼。それでは早速台湾 Suzuki の皆様ご紹介いたします。お名前呼ばれましたらそのままで手を振っていただけますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。首先呢，第一位就是我们台湾 Suzuki 的董事长长谷川俊，长谷川董事长，欢迎！也谢谢大家热烈的掌声。ありがとうございました。接下来呢，下一位是台湾 Suzuki 的协理潘盈仁，潘协理，欢迎潘协理。好，接下来为大家介绍的是台湾 Suzuki 的经理方川。荒井洋辅经理，阿莱凯利的光仔们，哦，相信各位现场的所有媒体朋友们，对于我们三位台湾 Suzuki 的长官呢，应该也都是非常非常的熟悉了，很经常见到这三位哦。那接下来的时间呢，我们也要来好好的跟大家介绍一下今年度台湾 Suzuki 的展区所为大家带来的精彩内容以及主要的概念。那么接下来呢，就把时间交给台湾 Suzuki 的董事长长谷川进，长谷川董事长来为大家做解说，也请现场的所有的来宾朋友们给予我们一个最热情的掌声。それでは続きまして、長谷川統治長、出展コンセプトのご説明をよろしくお願いいたします。どうぞご登壇ください。大家好。ただいまご紹介に預かりました台湾鈴木の長谷川です。本日はお忙しい中、台湾鈴木のプレスカンファレンスに、ご来場いただきありがとうございます。はじめに日頃よりスズキの製品をご愛顧いただいている台湾のお客様、そしてお世話になっているメディアの方々に、この場を借りて、熱く御礼を申し上げます。今回の台北モーターショーの、コンセプト、我々のスズキのテーマは、スズキ with your life です。これは我々スズキが提供する車の一台一台がお客様の生活と密接につながっており、お客様の日常生活の一部として存在していることを示しています。で、我々のスズキの車は市場などの商売の相棒として、それから都市部のコミューターとして、それから郊外やオフロードへの向かう旅行への移動空間として皆様の生活に寄り添っています。今回の展示でもさまざまなシーンでユニークな車たちが活躍する姿を表現していますので、ぜひそれぞれのシーンを想像しながら車をご覧になってください。また我々のブースの中ではご来場の皆様にスマートフォンを使って、自分のライフスタイルに合った車選びを体験できるようになっております。ブース内にある QR コード、これを読み取って、いくつかの質問に答えてみてください。
簡単な質問に答えるだけで、きっと皆様にぴったりの車を、紹介できると思います。話題は将来の話へと変わりまして、しばらく新機種の導入がなかった我々スズキなんですけれども、来年以降は順次新機種を導入してまいります。もちろんその中にはこれまで導入していなかった EV も含まれております。日本で行われたジャパンモビリティショーでも、いくつかのコンセプトモデルが展示されていましたけれども、そこでは見られなかったモデルなども、随時導入計画に、含めていくので、ぜひ期待していてください。最後に、我々スズキは今後も Go ユニークのキャッチコピーのもと、皆様のカーライフに、ユニークな体験をお届けすることをお約束します。そしてお客様のカーライフが一日でも長く続くように、販売店様とともにチームスズキで努力をしてまいります。本日はお忙しい中、皆様にお集まりいただいたことを改めて感謝いたします。ありがとうございました。每日科菲尔时刻美好 Go feel, feel good 快点购下单太阳星全效科菲尔益生菌。搜索中天车厂家，或者输入 @CTI Car， 就是 CTI。